ありがとうございます。どうですか、これだけのファンを前にして。いや、まあ、最後の交流競争だったんで、まあ、勝てるチャンスの周りを見せてもらってたんでね、いい結果出せればいいなとは思ってたんですけども、いや本当に馬がよく頑張ってくれて、最後の交流優勝を一番いい形で、締めてくれて、まあ、本当に幸せな気持ちです。本当にデビューした当時から地方競馬場には全国各地いろいろ行かせていただいて、たくさんの方の応援をいただきました。本当に僕にとっても、交流での舞台というのはね、いつもの練習と違って、いつも新しい刺激を受ける場所でもありました。まあ、そんな最後で、ね、こんな形で締めることができて、こういった自分の思いも皆さんの前でお伝えすることができて、本当に嬉しく思います。本当にありがとうございます。